トニちゃんです。さて、本日はですね、私が思う最強の赤リップをご紹介したいと思います。それでは、レスラー、赤リップ。はい、ということですね、今日は私が思う最強の赤リップってことで、結構ここ最近また改めてこうおすすめのリップなんですかとか、例えばまあ動画とかで気をつけてる赤リップどこのですかって聞かれることがね、すごく最近多くなってきたので、ちょっと改めて動画にしようかなと思ってご紹介したいと思います。マジで年がら年中赤リップをつけているので、結構ね、まあ色味とかも似てるものが多いんですよ。まあでもその中でも私がすごく気に入っているものたちをご紹介したいと思います。結構なんか動画とかでリップ系の動画はまあ出してたりとか、お気に入りのリップも紹介してるから見たことあるものたちやとは思います。じゃあまず一つ目なんですけど、今日私がつけているこちらのリップでございます。今日は実はね、二つ使ってます。まずこれですね、私が大好き、こちらバビメロのハートリウィンドウリップティントのオイルタイプの04番です。これはね、もうずっと私がもうゴリにゴリ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 をしてるティントなんですけど、これをまず薄く塗ることによって、結構唇のね色がマジで定着するから、まあ、これを塗ってからこっちがメインですね。レブロンのウルトラハードジェルリップカラーの775番です。これはね、手に出してみると割とこう深みのある感じの赤色でございます。私的にこれだけだとちょっとこう物足りない感があるので、最近はこれを塗ってから重ね塗りするようにしてます。結構この2つが定着するので、めちゃめちゃこの組み合わせがすごく好きです。でこれはマジで乾燥せえへんし、何よりこのスティックタイプっていうのがめちゃめちゃ塗りやすくて、めっちゃ気に入ってます。レブロンのリップってすごい口コミが良かったりとか、友達に聞いてもいいって言ってたので、何気なく買ったリップやったんやけど、私的にすごくヒット商品でございました。ほんまになんか大人っぽい服を着てるときはこの組み合わせで持っていくことが多いです。私はね、意外とまあアイメイクは基本的にピンク系が多いので、まあ赤リップを使ってるんですけど、まあ大体リップの色はこうね、今日の服の感じとか見て決めております。じゃあ次ですね、次もじゃあ深み系のやつ紹介します。こちらマックのリップスティックのデアユーです。結構ね、青みかかった赤かなって思っております。なんか割と冬の時期になるとこれをね使いたくなって塗ってるんやけど、ほんまにね、これもすごい大人っぽさを演出してくれるので、私的に結構ね、黒色のワンピースを着てる時とかはこのリップを合わせたりしております。こう1本でかなり発色するので、まあ、発色の良さがめちゃめちゃ気に入っております。私的にね、もう全然こっちのシアータイプは乾燥もしないのでおすすめです。じゃあ次はですね、割と私の大好きなパキッとした赤色をご紹介します。まずこちら、こちらはですね、セルボークのディグニファイドリップスの01番です。はい、手に出してみるとこんな感じの赤色ですね。ちょっと光加減でね、青みがかってるようにも見えるんですけど、口に塗ると意外とパキッとした赤色になります。これもね、すごい気に入ってるね。定番の赤色なんやけど、マジで塗りやすい。こうなんか塗り心地がめっちゃいいんよ、セルウォークは。重ねれば重ねるほど綺麗な赤色が出るので、私はね、このセルウォークの赤のリップめっちゃ気に入っております。なんかセルウォークってさ、私の中ですごい大人っていう感じのなんかイメージがあるので、このねリップほんまに気に入ってる。なんか一つこう上品な大人になったっていう感じがしますね。今噛みましたが、大人になった感じがしております。このセルウォークのリップもこのバベメロのオイルとすごく相性が合います。こうなんやろ、外に出ててこう塗り直すタイミングがない時とかは、このねバビメロ塗ってからこっち塗ると割とね色がずっと定着して赤色に残ってくれてるので、この組み合わせも好きです。ではもう最後なんですけど、最後はね、もう結構何回かもうこのリップ系で紹介してると思います。こちら、こちらはですね、シャネルのルージュココ466番です。これね、改めて何で紹介しようかなって思ったのかと言いますと、こないだね、あのインスタライブした時にその日つけてたリップがこれやったんですけど、めっちゃよく聞かれたんですよ。あと他にも動画でこれ塗ってる時に、今日のリップどこのですかって聞かれることがすごい多くて、大概がこのシャネルの466番でした。これはもうこんな感じで、もうザ
赤でございます。で、ほんまにシャネルの赤色のリップがめちゃめちゃずっと欲しくて免税店で買った赤リップでございます。もう定番の赤なんやけど、もうほんまに色味が好きでガチで年がら年中使ってます。なんか迷ったらこれ塗るっていうのが私の中であります。洋服も結構派手色を着ててもなんかね全然しっくりくる赤色なので、まあデパコスなんやけど、でも本当に1本持ってるだけですごくなんか重宝するし、私の中でもねデパコスの中で一番好きと言ってもねもう過言ではないリップでございます。はい、ということですね、いかがだったでしょうか。これが私の最強赤リップでございました。もうどれもこれもマジで気に入ってて、どれもこれもほぼ年がら年中使ってる赤リップたちなので、もう私的にはこの子たちは間違いない赤リップでございます。まあ、ぜひね、よかったら赤リップ探されてる方はよかったら参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ツイッター、インスタグラム、ウェアもやってるのでよかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。